日経平均4日続けて上昇61円高最高値の更新も4日連続になります中国がアメリカとの貿易協議で追加関税を段階的に撤廃する方向で一致したと発表したことで日経平均一時およそ1年1ヶ月ぶりに2万3500円を上回りましたただその後アメリカ側が否定的な見解を示して急速に上げ幅を縮めました為替確認しましょう一番下31銭の円安109円の20銭台です 大和証券石黒さんの今日のポイント先高期待と過熱感の綱引きです世界景気の回復期待が高まり年度後半の企業業績が持ち直し株価はさらに上昇するとの見方がここにきて浮上しています一方で日経平均は1年ぶりの高値水準で利益を確定する売りが出やすいという状況もあります今後の株価への期待と過熱感の駆け引きが連日続いているとみられます アジア市場の冷え込みが響き減収減益となりましたホンダが今日発表した4月から9月までの決算は売上高、純利益ともに落ち込みました売上高の減少はわずかでしたが純利益は2割ほど減った3600億円余りでしたバイクなど二輪車の不調が大きく特にインドではおよそ2割を落ち込みましたまた自動運転などの次世代自動車の開発費用もかさみました ただ日本や中国で自動車の販売自体は去年を上回りました今後の業績については引き続きインド経済に不透明感があるなどとして純利益の見通しをこれまでより700億円引き下げました内閣府は今日9月の景気動向指数を発表しました国内の景気の現状について景気が後退している可能性が高い悪化のまま据え置きました 9月は消費税増税前の駆け込み需要などで家電や自動車などの販売が好調でしたが、アメリカや中国向けの自動車の輸出が落ち込むなど、景気は力強さを欠くということです。では、来週の予定ご覧のようになっています。GDP、7月から9月期の発表がありますね。今日のマーケットでした。